はい、どうも、リアです。それでは、信長の野望新生パワーピキと、秀吉謀反編の続きをやっていきます。前回、畿内制圧に向けて兵を動かしているところ、信長も、まだ諦めずに、畿内へ増援を次かつげと送り込んできている状況ですね。一方、二条城だったり、昇龍寺、芥川山あたりも兵を差し向けられているので、守りながら攻め取っていかないといけないというような状況かな。ざっと状況を見ると、昇龍寺少ないけど600向かってきてる。で、二条城に1万、芥川山城にさらに1万という感じで、なかなか織田軍の攻勢が激しいですね。武田も徳川も相変わらず動かない。本願寺粘って武をそろそろとどめ刺されそうですね。さて、とにかく有岡を落とさないと平坦が厳しいので、もう何としてでも落としたいですね。芥川山に取り付こうとしてるこいつ、どうしたもんですかね。ちょっと考え中って感じ。五図面を送れるところもないしな。話があるとのことだ。まだ交渉拒否か。援軍を断ったのをだいぶ根に持たれているようで。雨雲は遠すぎて無理だね。何をか申すがよい。松永はちょっと道がないらしくてどうにもならんらしい。話を聞くとしようか。しょうがない。このまま攻めましょうか。あ、そうだ。上市場はまだ出陣できないな。福知山遊んでてもしょうがないから行ってもいいかな。行くなら、こっちか。これ、秀長も行ってるしな。福知山から行くならこっちかな。お指図を頂戴したく。城攻めよ。一応米は持つパーツだよな。行ってもらいましょう。兵を温存している余裕はない。当たってるけど、まあ普通に勝つよね。おっと、援国投与来てる。これは絶対。お聞きください。ちなみにどこ、誰だろう。お聞きください。お話がございます。未関係ザウエスギの未完はうまくいかんでしょう。高山、こんな耳を拝借無理だよね。がありまして、あ、の あと何日行くか。23日31日
ちょっと様子を見ながらかな。うん、有岡に取り付いたね。ここ貼り付けるわけじゃないから、どうかご命令を。単に上昇に向かってもらおうか。他に割っているけど、そのルートでいいのか。そのルートじゃなくて、お、かな。城を落としてこようぞ。上市場はまだ1ヶ月はかかる。それ待機。包囲してる。うん、まだ包囲でいいね。芥川山城に敵が取り付こうとしているけど、一旦城受けかな、ここは。いや、この距離なら合戦距離じゃないか。1、2、3、いけるかも。城取り付かれたら合戦してもいい。攻められたか。したら出陣して、いざ、もしいける合戦いけるぞ。2部隊じゃあ関と絵を昇竜寺に来てるのもまとめてやれそう。どうしよう、ちょっと足止めね。無人変更で。ヒゲナはこっち。なんでこっちかな。黒が感じでいきますか。目線。わしに対抗あり、故に負けぬ。はい。いいな、こっちへ向かう。進路変更でしょうか。進路変更でしょうか。ご主人。こっちへ向かって金松公。でしょう。考えどころじゃな。よしよしすぞ。ああ、行こうか。これ動かんの。この君主やる気ないね。聞いたね。あっさりと。
どうかご命令を。動くべき時は今ぞ。素晴らしい。打つべき手は何ぞ。カノスタラコンは結構行く。王将へ向かう。やりました。このまま押し切れましょう。このまま押し込んじゃってよ。いいな。この君主なんで動かんのよね。どうかご命令を。一旦ここ待つか。でここの舞台を進めて、今さら動く。じゃあ今行こうかの。やりましたぞ。うれしゅうござる。おめでよ。年末隊王将を守らねば。やりて敵を崩す、ご指示。来るのが難しい。下がって、敵が隙を見せておるぞ。かかれ。皆の者、我らの力を今こそ見せる時ぞ。攻撃。我が希望を天下に轟かす。その礎となれ。あれ、これ、あ。混乱届いてないのか。まあいっか。ちゃんと黒田のは接敵してから使わんともったいないな。おーし、もう撤退に置かんだ。あとは追撃しつつ、あれなんか。もう進めるぞ。ご命令を。エラよ。ご指示。いざ。アザブをこの戦場に示さん。ナイス追撃。壊滅させた。よし、では竹中半兵衛の混乱をトリガーにで一気に叩きますか。金松に頑張ってた。敵の軒口を攻めとらん。で10年前服今孔明の策どこまで見抜けますか。さあ、やっておしまい。敵まだいるんだよな。
ので、ちょっと動くのちょっとはばかられるんだな。あと29日。大気。この国衆をね、打ち減らしておきたいよね。勝栄と当たるわけにはいかないんだけど。前置きはいらぬ、モーゼ。話とは何ですか？あ、行こうか。テッショが帰った。テッショ帰っちゃった。ここ取り返した方がいいよな。今ちょっと芥川山800021万、芥川山に向かってきてるのが どこが来てるの。本当に芥川山来てる？ん？来てる？パッとに見えん。三部隊8000とは言われてる。あ、これか。これとこれと。もう一部隊どっかにいるっぽいけど。それがどれかちょっとわからない。国衆か。学校撃破でなんとかなるかな。なんだって。よろしいですか。神前。はい。本願寺が滅んだ。どうしよう。前置きはいらぬ、モーゼ。話とは何ですかね。話を聞いてやろうぜ。もうちょっと新鮮がどのくらい進んだ。40か、どうしよう。話を聞くとしようか。維新不足でダメなんだ。そう、もう城一気に全部落とされて終わりそうだけどな。まあ四国はどうしようもないかな。機内制圧だけこちら手一杯ですからね。そろそろ来るか。よいしょ。強行しちゃってない？多いか多いか大丈夫か。
赤井が通れば一気に行けると思うんですが、さて、我が武を示す時が来た。あと何日？あと1日で結果が出る。どこぶつかった？言い過ぎないに注意。後皇族とぶつかるとまずいから、これだけ倒して撤退したい。いやー、破壊失敗かー。これ決まれば早く勝負ついたんだけどなー。まあ、しょうがないけども、自社建設はちょっと急ぎではない。前の隊が苦しいけども、勝利時考え推論レベル2ができた。市場にとか、山城か、米問屋をなんとかしたいが、でもそこよりも優先度は、姫路城に2発目と出たいな。秀吉がどれくらい動けるかっていうのは結構限りだからね。これは必須でしょう。一旦必須。来てるね。あ、これも合戦で格好撃破したいところを。なんだって？遅く当たった時、降伏する？おー。まあ、君の父上、こちらの家臣だしね。城主降伏。集落掌握維持でき、
車両アンド。例えば、こうやったら、だけど、ケチタマさんもいるの？安堵しなかった場合は？どういうこと？上司だけ幸福になるんだよね、この場合。忠興を20年縛ったら、有岡城か。この人の問題はね、決起なんだよね。決起なので、前線に置いてると国境問題、国境紛争をすごい頻度で起こすんですよ。有岡城、一旦国境だからな。けど、たまちゃんも一緒に来てくれるっていうのは、でかい。ってことだよね。後ろ6人。嫁さんは必ずついてくるのかな、そこ。プラスアルファ誰かついてくるよって話？っていう認識で合ってるか。いや、だとしたらよ、この中で、あ、来て嬉しいな、おもち三代言うくらいだけど、あとは微妙やね。他のだった時ちょっと、ってなるね。これは、もうこのままでいいんじゃないかな。解放、上司交付を受け入れるだけで。一旦 OK かと。よいでしょ。片付けない。よし、城が落ちたぞ。忠興にこのしばらく前線になりそうな城を任しておくのは不安がすぎる。あ、タマちゃん来なかったの？あ、そうなんだ。あ、じゃあやっぱり200にした方がいい。まあ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 、OK ですよ。ここをね、忠興に任せるのはかなりリスクなんで、ちょっとそれは避けとこう。よーし、まさか降伏してくれるとは、これはついてますね。となると、このまま進行して、
の進行も、まあ、来てるしな。進行というよりは迎撃戦の方がいい。芥川山に向かってきている敵をどう裁くかを考えながらにはですが、西山御坊を取れるなら取ってしまいたいけど、米と兵力の関係ものも合わせてどうかなって感じですよね。何にせよ一旦芥川山城に向かって、こちらの三部隊は有岡城を祈る、うん、お、収束させることができるわけ。やっと、やっとねー気分が落ち着いた様子。収束させましょう、まずは。収束させて、え、あればよ。有岡城に向かって、できているのは2万か。これも防衛のつもりだったはずなんだよね。結構いるな。交渉で別称有岡防衛を、有岡防衛、本当に有岡でいいのか。何用か申すがよい。何用かでいいか。それでよかろう。あら、君も有岡の防衛に来させる。雨子も行けるかい。雨子も有岡防衛に駆けつけさせる。心得た。構わぬ。話とは何ですかね。動けないか。もういいわ。では話を聞こうか。要件を申されよ。同時に落ちちゃうんじゃないか。さて次の手だけど、援軍を呼んだ上市場は臨戦が解けてしまったのか。ならば
城役割、攻略目標、石山ごぼうですね。ここを上市場沿線をかけて、また一からか。なかなか。そうだ、有岡城の城主をどうするかというのを決めなきゃいけない。加藤清正ってどこいるんだっけ？上市場か。加藤清正を前線に引っ張ってきたいですね。光秀を有岡城に遠風かな。どちらかというと今何をやってるかな。2発目作ってるけど、あるいは光秀移動かな。ダメだ。光秀は忠誠なありだろう。そうなんだ。前線はちょっと危険なので行かせられない。他に前線に出していいの。南城。金の数はまあまあおるから、ここは一つ加藤清正来てもらいましょうか。これこっちとこっち城主変えてもいいなぁ。いやでも師匠武将じゃないか。昇龍寺の方いい。清正がいいかも。あ、今ダメか。
帰ってきてからだな。あ、だったらまあ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 、一旦6人いるかな。ちょっと6人いないかもしれないんだけど、中性なのありは置けないんでね。マッキー、かたじけない。もし感謝いたす。なんだ。かたじけない。でもいい。妖怪の喜びぞ。あと2人ちょっと置けないんだけど、一旦こうしておいて、武士将に、なんとかなるかな。進軍か。城郭不信をちょっとずつでも取らないと、あかんのですよ。何城かな。承知いたした。ミナとかも取りたいけど厳しいな。さて、来てないんだよ。二条城は城受けする予定でいるから多分大丈夫。大丈夫だという予定でいるので、秀吉は有岡城に待機しようか。
黒田官兵衛は芥川山、安藤も芥川山まで行って、あとは有岡かな。であとこれで一回したら、よし。で、これで仕事は一旦完了。撤退させる。待機。かっこいい撃破していきたいんだよな。来るのか。来てからでいいな。何を考えるのか、もうすぐに落ちない。要件を申されよ。どうなってる。矢印が出し直しが多いぞ。芥川山1万2畳6000、有岡2万、変わらず有岡2万があるんだよ。俺らの拠点が攻められたか。それでよし、美人ついてまいれ。これで合戦か。なんか中途半端にかかってるのがいる。なるほど。加藤金様が来てないから無理。でもまあこれで一戦やった方がいいかな。の詳細は、鉄砲とは得意なし、弱い部隊ですね。やりましょう。布陣変更で、信長対秀吉。黒田、安部、金松、ここかな。OK、回線。わしの戦、お見せしてくれようて。どうかご命令を。要所を手に入れる。続け。要所を抑えるんじゃ。これどうか。こうかな。考えどころじゃな。ここ行った方がいいです。ご指示。目を通り。お指図を頂戴したく。なんで。進路変更でしょうか。動くべき時は今ぞ。おっと、どういう。じゃあ東こことって。行こうかの。
じゃあ、あの、上がる。安藤は赤台を取りに行く。金松ここ取ったら、ここを取りに行く。はい、要所を手に入れ、続け。味方に出る。どうかご命令を。皆の者、進むぞ。頂上です。下がっていくのか。じゃあ考えどころじゃな。よし、行こうかの。進路変更でしょうか。要所へ急ぎ向かうぞ。いざ、反乱をこの戦場に示さん。さて、そしたら黒がこう進路変更でしょうか。嬉しゅうござる。お指図を頂戴したく、王者の守りを固めん。ご命令とは。さあ撃て撃て。我が武略をもって万全の敵を撃ち払わん。弓兵、腕の見せ所ぞ。ご指示。これで敵を撃ち払います。高台からの射撃だけでやってしまったか。ご指示。じゃあ黒がこう、まあそのまま追撃かけようか。はっ。進軍を始める。こちらに我が武略をもって万全の敵を打ち払わん。我が都合を天下に轟かす、その礎となれ。槍にて敵陣を破ろうぞ。よしよし。そしたら進路変更でしょうか。なんでこっちかな。動くべき時は今ぞ。皆の者、我らの力を今こそ見せる時ぞ。剣幕半兵の混乱のトリガーにしていきますか。混乱10年前復、今孔明の策、どこまで見抜けますかな。で、こウリナガ隊敵を攻めます。よし。いや、これ半兵衛が仕事すればいい。金松隊前進。敵を攻め立て。我が武略をもって万全の敵を撃ち払わん。無駄な損害を受けたくはない。ただ一旦ボイス上がる。で、黒田官兵衛前進。官兵衛？なんでいかんの？
と。よし、行こうかの。イルマバタイ。敵対路を閉ざしてくれる。それで混乱をかける。我が地方を天下に轟かす。その礎となれ。よーし、行け。勝敗を決めてやりましょう。クロスが一旦下がる。はい、ん、結構混乱長いね。まだ殴っててもよかったか。とりあえず次半兵衛の混乱がアップするまで待機、損失を最小限に抑えて勝ちたいね。よし、進路変更でしょうか。半兵衛安藤は次行きましょう。敵の退路を遮ってしまえ。十面埋伏、今孔明の策、どこまで見抜けますか。このまま押し切ってしまおうか。よし、敵の前に敵はなし。やれ、わしらの相手ではなかったの。よし、損害ゼロ。いいよ。縛り上げなさい。貴君にはお使いできません。噂に聞くより寛大な方ですね。さて、芥川山に7000来てる。2部隊24部隊6000、有岡に2万がまだ来てる。北側山に向かってきてる敵の鳥取は、ああそっちからか。ここを取ってから行こうとして、合戦に持ち込むか。直接石山王吾に張り付くのはかなり無理寄りの無理って感じはするんだよな。
岩山に向かってきてん、あともう一部隊どこだ、あもう一部隊どこじゃないか、随分遠いな、柴田の部隊が結構こっち、柴田なんか随分と遠回りして来ようとしている、これは一旦無視でいい、じゃあ実質これだけと思っていいのか、うーん、じゃあ問題は有岡へ向かってきて2万だな、これを格好撃破できればってところ、これは石山ごぼうに進行しよう、その進行部隊は行こうかの城を落とすとしよう、部隊はこう、落としてこう、城を奪ってみせます、ただし竹中反米隊はこっちに行かせよう、米がねちょっと心配だからね、あと10日で農場の準備ができる、いけるかな、時政まだ着任してないから出陣はできない、元城の兵力結構当てにしたい感じだな、落ちた、もしやここで従属が通る、総合武将どんな感じ、ちなみにだけど鈴木シュートもそっちに行っちゃったんだ、こっちに欲しいよ、これは従属させましょう、話を聞くと今なら従属は通るので、これで毛利は手を引かざるを得なくなるはず、申してみるがよい、維新兵力は足りない、
島津すごいな。毛利はかなり九州に力を入れ始めた。水が兵を出した援軍要請が飛んだか。なるほどね。まあ、時山さんのとこまだ通り着任してないのがいる。誰だ。加藤清正だった。読まないな、じゃあ。これ、もう引くよね、さすがにね。よし、河川通る。よかった、河川範囲には入っていた。そしたらこの河川で範囲的には6対3。向こうの方が数は多いけど兵力自体はね、なんとか。有岡から出陣させたらと思います。進軍についてまで入れないか。じゃあしょうがないな。目を賜りたく城に退け。まあこの戦力でなんとかさばいてみせるしかないかな。もう一部隊いたら威風小規模も狙えるんだけど、もう一部部隊来たらそれはそれで勝てるかどうか怪しくはなる。一旦格好撃破が丸いかな。ごめんの問題もあるんだよな。でも制圧しながらだと米が持つかどうかの不安ももちろんあるんですよね。威風小規模取れたら米分をめくれる。でもそのためには結構な日数待たなきゃいけないから、結局かな。結局ですね、これはね。一旦これで合戦をするのは正解。で、あ、これもね、部隊詳細、敵の詳細は、鉄砲1、用心馬制九州砲だ。だから、九州がちょっと、痛い可能性はある。半兵衛、もしかして病気になってるか。いや、そういうわけではない。萎縮してるだけか。まあ、やりましょう。黒田こっち
なんだろう。種を待つ。アンベイかな。よし、行くぞ。わしの行くか、お見せしてくれようて。はい。幼少を手に入れる。続け。地の利を得ん。命を賜りたく。お指図を頂戴したく。進路変更でしょうか。ちょっとこっちの川行ってあげてほしいかな。動くべき時は今ぞ。そうだよね。ここどうしようかな。これ間に合うかどうか。若干力を今こそ見せる時ぞ。怪しいと思っているんだ。先に捕らえちゃうかな。これ一旦こうか、引っ張ろう。で、こっちか。退路を守るんじゃ。皆の者、進むぞ。動くべき時は今ぞ。匂いは。暗号を解いた話題を取りに行く。触る。やったぞ。頂上です。命令を。動くべき時は今ぞ。回避認定。進路変更でしょうか。敵を退けます。敵勢はわしが叩く。ご命令とあらば地の利を得ん。ご命令とあらば。ああ敵を打ち払います。敵を蹴散らす。攻撃入った。
強撃入ったならば、そう来るか。こちら、こっち、ご無事の。皆の者、御所へ向かう。守るか。我が武略をもって万全の敵を打ち払わん。どうかご命令。ひげ長隊。敵を退けます。お前、おっと。ご指示。じゃあもうこう、こういこう。死の利を得ん。どっちに来るんだい。進路変更。で触る。こちらに。じゃあ、あろうか。我が戦闘も切れ味。その身で確かめよ。部隊がどこに向かうつもりなのか、これによってだけどな。ん？下がるの？我が先方にて押し通る。敵を攻めます。どうか下がる。うん、下がるんだ。どう来るつもりなんだろうね。金松隊。皆の者、退路を塞ぐぞ。てしまうか。こっち向かってきている。いざ我が部をこの戦場に示さん。黒は勘でこっち向かうか。要所を取るぞ。はい、敵を攻めます。お、十面埋伏来たか。よし、今攻撃です。どこまで見抜けますか。出た。進路変更でしょうか。なんで触る。我らの力を今こそ見せる時ぞ。じゃあ安藤隊もこっちに向かって、王将を手に入れるぞ。じゃあこう変わるよ。奪わせるぞ。我が武略をもって万全の敵を打ち払わん。来たか。進路変更でしょうか。どう来るのかな。この戦場に示さん。はっ、うん、行こう。一旦進路変更でしょうか。皆の者、進むぞ。企業主体の存亡が
はい、船が座る。お指図を頂戴したく。ご命令とは。どっちでも行けるようにしとこうか。なるほど。お指図を頂戴したく。神松。皆の者、退路を塞ぐぞ。命を賜りたく。で、はい、秀長前進。動くべき時は今ぞ。ご神で地の利を得ぬ。進路変更です。今こそ我が戦法により勝機を見出す時。結構きついな。機は見逃さない。ご命令とあらば、要の血は奪わせるぞ。いざ、我が部をこの戦場に示さん。進路変更でしょうか。どうかご命令を。皆の者、進むぞ。鉄砲隊、敵を打ち払うぞ。よし、行こうかの。完成撃なし。ご命令を。金ます。王者の守りを固め。なるほど。こちらに守るとしましょう。ちょっと待って。なんで追撃してんだ。進路変更でしょうか。よし、行こうかの。進路変更でしょうか。今じゃ、敵が隙を見せておるぞ。かかれ。はっ、敵を消し出す。王将は守らねば。え、当たる。おっと。お指し図。逃げながたえ。要所を手に入れる。続け。要所に行かないとダメか。行こうかの。全員行かないとダメだった。皆の者、我らの力を今こそ見せる時ぞ。よし、行け。その礎となれ。ご命令とあらば。持たせられるかね。考えどころじゃな。よしと抑えるじゃ。我が武略をもって眼前の敵を打ち払わん。攻撃入ってる。
よし。いざ、アザブをこの戦場に示さん。はい。いいのが下げて、これでこんな10面埋伏。10面埋伏。今攻撃です。どこまで続きますか。よくと見るがよいわ。我が武力をな。今こそ好機です。進路変更でしょうか。赤隊が向こうに向かう。よし、行こうかの。行くぞ、進め。安藤はこっち。いざ進まん。動くべき時は今だ。辛いだな。縛り上げなさい。うん。お主には使えられぬ。いいか。しょうがない。後で食いても遅いぞ。一息はしたものか。まだ向かってきてるのかな、両下に。ちょっとわかんないけど。まあ、もし向かってくるようであれば、まだ1万向かってきてはいるね。これを撃破しつつって感じかな。あ、芥川山に向かって、ん？芥川山に向かってきてたのなくなった。いやいや、まだ柴田勝家がかかってきてる。うん。でも、遠いからね、柴田は一旦意識しなくていいかな。なんとか、さばいてはいるけど、こっちもね、割と自利品なんで、悪評の上を渡るような感じにはなってますね。あと、まあ、祖母をギリギリ従属させることができたのはちょっと実は大きいかもしれない。武将がね、続き欲しいな。ちょっと忠誠下がりすぎてるから、命を守ってもらえなかった。おこですね。最下孫一どうなった？席。孫一。鈴木。鈴木。重秀まだ浪人してますね。
サダオは？そっか、入った。いや、まだ浪人か。この二人欲しいですね。なんとか今やってる煉獄投与でどっちか拾えないかな。できればシーヒレがいいんですけど。よし。というところで、今回はこの辺りで終わりにしようと思います。よければチャンネル登録お願いします。それではご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。